日本神奈川県横浜市磯五区、馬場町馬場町は、神奈川県横浜市磯五区の町名。定番を持たない、単独町名である。住居表示実施済み区域。磯五区の北部に位置する。掘割川の左岸にあたる。北で上町、東で、中区塚越、寺久保、西で掘割川をまたいで、丸山、滝頭、南で、坂下町と接する。 町内は大半が平地であるが、東部に南北に走る崖があり、ここで警察署の管轄が分かれる。東の高台は山手警察署の管内で戦後米軍に接収され、ネギ住宅地区となっている。西側大部分を占める平地は磯子警察署の管内で、かつては牧場もあったが、現在は住宅地になっているほか、堀割川沿いにかつて、 横浜大河レンガなどの工場があった場所には、ネギシチクセンターや自動車販売店が並んでいる。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1928年。 横浜市立滝頭小学校開校に伴い、西根岸町座城とともに同工学区に編入されたが、根岸小学校学区に戻っている。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内に駅は設置されていない。1912年から1972年までは横浜市電が 堀割川対岸の国道16号を走り、根岸橋、滝頭に停留所があった。最寄り駅は JR 根岸線根岸駅であり、町内からは徒歩15分程度かかる。町内から最寄りとなるのは以下の4つのバス停である。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。西根岸、馬場町に関するカテゴリー。ありがとうございます。